こが優先長？こんなに水浸しになっていたとは。このままだと正門長も危ない。彼女はあの時の俺と同じ状態なんだ。早く阻止しないと。こちらの番だ。こちら番だ。倒れろ。やったって。これがロックだ。今なら100、いや 120% 力を出せる。倒れろ。どうだ。シャッター。怖いぞ。
一緒にビートを刻めたか。よく避けた。次はこちらの番だ。これはすごいな。はあ、食いしばない。逃がすものか。最近の若いやつはすごいな。これがロックだ。もっと強くなれ。どうだ。まずいな。敵の数が増えてる。これがロックだ。フルパワー。今ならこっちの攻撃が効くはずだ。逃がさん。
そうだな。ああ、以前のメガネみたいだな。災いをもたらす。何を言ってるんだ。ダメだ、力を制御できていない。ひとまず戦おう。相手はお嬢さんだ。傷をつけるわけにはいかない。しかし…しかし…なんだ。不本意だが、お嬢さんを落ち着かせるためだ。ごめん。なら、俺と戦った時は問題はなかった。そ…それは…おい、なんとか言え。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。皆さん、まずい、無理せずに避けるんだ。様子がおかしいぞ。大丈夫か。俺のギターを聞け。どけ。こっちの番だ。とりゃ、これがロックだ。倒れろ。まずい、無理せずに避けるんだ。よく避けた。次はこちらの番だ。俺のギターを弾け。これがロックだ。まずい、無理せずに避けるんだ。せずに避けるんだ。ユマ、様子がおかしいぞ。大丈夫か。シャッタ、よし、今のうちだ。できたぞ、反撃だ。こっちの番だ。食いしばれ。倒れるの。どうだ。よし、今のうちだ。うまく抑え込んだね。ユモ、リオ、以前のように行きな。問題ない。待った、誰でもいいから。わかった。今ならもっと強くなる。フルパワー。お願い、これで倒れて。成功した。ユモはうかつに動くな。どれどれ、どうなった。わー、かわいい。ちっちゃい金魚だ。元の姿から変わりすぎだろう。どうか。ユーセンちゃん、
ターの状態も安定したようだね。しかしこの水はいつ引くんだろうね。僕の水だね。ここは…あ、よかった、気がついたね。え、ナターシャ…ナターシャ？人違いだよ。あ、本当ね、ごめんなさい。ここはどこなの？正門町だよ。ついさっき、優先町で倒れたんだよ。優先町に大雨を降らせたことは覚えているのか？大雨、あの時迷惑かけちゃって本当にごめんなさい。待て、攻撃を受けてたと。俺の時と同じ。そうすると犯人は同一人物なんじゃない？店長、まだ情報が少なすぎて何とも言え。おじさん、どうした？お前さん、覚えて…え？私？戦闘の前、災いをもたらす獅子って言ってたんだが、お前さんが見たのは本当に獅子だったのか？この辺りじゃ獅子は俺しかいないはずなんだが。え？リーオーおじさんだけなの？災いをもたらす獅子？ごめんなさい。もう一度よく考えてみるんだ。およしよ。みんな、今日は一日ご苦労だったね。疲れただろう。今日はもうお開きにして、また明日話し合おう。あ、ベーダさん、ごめんなさい。気を失ってて気づかなかったと思うけど、僕が変身するとあなたももしかしたらモデルのお仕事に差し支えるかもと思って。小さな金魚か、懐かしいわね。大丈夫よ、じゃあまた来るわね。はい、じゃあまた。あの時から始まったんだよね。平凡だった生活が超忙しくなったんだ。優先帳と正門帳の危機を救うためにいつも店長にこき使われて、あとおじさんは本当に正門帳という町を愛してるんだ。この町のこととなると人が変わったみたいに血の気が多くなっちゃうんだよね。でも今思えば、僕が卒業できたのも本当に奇跡だったな。当時の僕は高校を卒業できるか不安だったんだ。将来どうしたいっていう目標もなかったからかな。ただひたすら店長やおじさん、知り合ったみんなを助けることに夢中になってたんだよね。バイトに行きたくないな。あれ、バユモ、早く。どうしたの、バヘ。助けて。え、あ、電話、やっぱり早くお店に。
ここは俺の友達がやっている店。へえ。リーお兄さん、久々ですね。この間嫁とリーお兄さんとは随分一緒に会ってないなって話してたんですよ。すまんすまん、最近忙しくてな。お前さんたちは元気そうだな。困っていることはないか？もし何かあったら遠慮せずに言ってくれよ。もう何年もリーお兄さんにはお世話になっているのに、これ以上頼れないですよ。でも安心してください。嫁さんと二人三脚で頑張って、ようやく生活も安定してきました。あ、すぐに準備しますね。しっかりした店長さんだね。なあ、やつ店に来た時は行き詰まった様子でな、つい我慢できなくなっておせっかいを焼いたってわけだ。自分でも覚えてないな。崑崙人にとって年齢は大した意味を持たないからな。やつみたいな青年はたくさん見てきたしな。人類からするとかなり長く生きていることになるかな。そうなんだ。じゃあおじさんじゃなくておじいちゃんって呼ばないとね。こんな生意気な孫を持った覚えはないぞ。しかも俺はまだ独身じゃないか。お待たせしました。でもお前さんより年齢が高いことは事実だからな。年長者として相談に乗るぞ。うん、今の一番の悩みはいつになったら元の体に戻れるのかってことかな。そうだな、それは俺の悩みでもある。もう一度店長にいい方法がないか聞いてみよう。さ、早く食べよう、冷めちゃうよ。そうだな。はい、ご注文でしょうか？お買い上げありがとうございます。脈石のかけらの反応あり、周囲を調べるんだ。この人だかりは何なの？別のお店と間違えてる？押さないでくれ。入れろよ。いつまで待たせるんだ。一日店長はどこだ？リベーター、リベーダー。こんなに大人数入っ、ああ、今にもバッヘが力尽きそう。ユモ、やっと来たか。仲間任せる。仲？そこの胸に養分がいってる魚女、いい加減にしないか。
営業妨害で訴えるよ。あれれ、そんなこと言っていいのかな。みんな見て、世の中って不思議ね。熊の置物が話してるわ。え、やっぱりあの熊から変な声が聞こえると前から思ったんだよ。おば、超自然現象にもおおらかなベーダ姉様、素敵だわ。さすがリベーダ、見た目だけじゃなく、みんなそれ、それはそれとして何しに来たんだ魚女。この前から探ってたんだけど、何にも手がかりがなくてね。川の長老たちも何も知らないって言うし、部下に調べさせても獅子の手がかりは何にもなくて。そこなって、バカなこと言ってるんじゃないよ。獅子とかなんとか、どうせその軽い魚頭の記憶違いだろ。そうね、私って魚頭だから。どう、明日もう一度一日店長やっちゃうかも。この女。はいはい、二人ともそこまでに。そういえば店長さん、ああいえ、もちょうどいい。リーオーメン、どこでサボってるんだか。代わりにこれを天狗宮まで送り届けてくれないかい。来たばかりなのに。やっと外の人混みが引いた。お、マヘお疲れ様。それじゃ代わりにおる。じゃあ僕行ってくるね。ユモちゃん待って、一日店長も疲れちゃったから私も一緒に天狗宮についていくわ。とっとと出ていくんだ。また明日。誰がまな板だって。私の真の姿はちゃんと出るとこ出てるんだよ。ごめんなさい、サインなら。ユモちゃんじゃない。行きましょう。
ああ、リーオーのとこのお嬢ちゃんかい。リーオーを探してたんなら一足遅かったね。あ、違いますよ。うちの店長からの贈り物を持ってきました。ああ、アジアちゃん、ありがとうよ。最近顔を出せていないが、そちらの店長さん。おじいさん、店長とは長い付き合いなんですか？店長さんがあの姿になる前から知っておるよ。わしとリーオーだともっと長い。そうなんですか。そういえばリーオーが来たって言ってましたけど、なに、ただ世間話をしてただけさ。関獅子の一族の話とか昔話に花を咲かせてね。このあとリオは若く見えるが、あいつが経験してきたこと、嬢ちゃんやわしよりも多すぎるのさ。店長さんが、おじさんも獅子は何やら戦死した者もおったとか。わしもそのあたりは詳しく聞いてないんじゃ。長い付き合いでもわからないんですね。いろいろ訳ありのようね。今度もいろいろ複雑なんじゃろう。多くを知るのがいいこととは限らない。わしはただのじじいでいたいからの。ああ、わかります。僕も最近世の中には知らない方がいいことばかりってしみじみ思ってました。あれ、元電話。ユーロン、助けて。勇者、またお財布忘れ。今すぐ行くから、そこを動かないで待ってて。楽しそうな。お恥ずか。いいってことよ。また店に来た時にでも返してくれればいいさ。リオおじさんに会えてよかった。じゃなきゃ補修に遅れるとこだったよ。あ、リベーダだ。しー、騒いだら迷惑になるでしょ。ごめん。なんていうか面白い子ね。そうだな。あれから事件の元凶について調べたんだけど、わからないことだらけだし、店長とお話をしに来たの。そうか。俺も新しい次元の亀裂が見つかった。今にも泣き出しそうなお嬢ちゃんに会ったんだ。リオ、ユモ、聞こえるかい？ユー船長のエネルギーがかなり混濁しているようだよ。見に行ってくれるかい？災いが増えたのかな。多分ね。あんたたち調べに行ってくれないか。どうやら今は元凶について。
何も。お姉ちゃんはお友達がおっておら、この気配は。えへへへへ。ファイトーファイトー。準備ができたら早く出発しよう。さあ、よかったら買っておくれ。また来ておくれよ。正面に敵がいるぞ。油断するな。邪魔だ。やっ、とりゃ、この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 、
こんなもんだ。まだ増え上がるのか。こちらの番だ。120% 力を出せる。 120% 一か八か、この一撃にかける。気をつけるんだ。どうだ。
今なら100、いや 120% 力を出せる。体の状態に気をつけるんだ。邪魔だ。倒れろ。一か八か、この一撃にかける。最後の一服。